夏場の食の安全を守ろうと福岡市は今月食品衛生の一斉監視を実施しています。福岡市天神の大丸福岡天神店の地下食品売り場では市の食品衛生監視員3人が訪れ、陳列棚の温度が食品に表示されている保存温度になっているかなどを見て回りました。一斉監視は夏場の食中毒の防止や食品衛生の向上を目的に、担当者が営業施設に立ち入って食品の取り扱いや表示が適正に行われているかなどをチェックするものです。持ち帰りましたら常温で放置することがなくですね、冷蔵庫等に早く入れて保管管理に一層気をつけていただきたいと思っております。福岡市の一斉監視は今月31日までおよそ4500施設に対して行われ、結果は市のホームページで公表されます。